アルフォンソ・フェル・ダ・ボスコ1世は、イタリア出身のイギリスルネサンス音楽の作曲家。マドリガーレの作曲家として、名を残したが、エリザベス1世のために、イタリアで、長方員を務めていた可能性もある。同性同盟の諸士アルフォンソ・フェル・ダ・ボスコ2世も作曲家である。幼少期についてはほとんど知られていないが、ローマにいたこと、ロレーヌで、 ギーズ校シャルルに仕えていたことは分かっている。1562年に初めてイングランドに渡り、エリザベス一世の宮廷学士として雇われる。議論の余地がなくはないものの、おそらくローマ教皇や宗教裁判所の認可を得ずにイングランド入りをしていながら、生涯を通じてイタリア入りを繰り返している。イタリアでは相続権を失う一方、 イングランドでは犯罪に手を染めたとして告発されている。守備よく汚名をすすぐことができたものの、1578年にイングランドを去って二度ととえせぬまま、ボローニャにて高いした。当時のイングランドは反カトリック陣営の機種であり、また当時は複雑な国際情勢に通じた文化人が政治的に必要とされたことも相まってフェルダボスコが エリザベス一世の秘密調報員であったとする意見が多い。実際、フェルダボスコは当時のイングランドの宮廷学士としては異例なほどの高級鳥であった。とはいえ、このような憶測は状況証拠以上の根拠がないのも事実である。エリザベス一世は1580年以降にたびたびフェルダボスコを呼び戻そうとしたものの成功しなかった。フェルダボスコは マドリガーレ様式をイングランドにもたらした人物である。イングランドにおけるマドリガーレン列の始まりは、ニコラス・ヤングによる1588年の曲集、アルプスの彼方の音楽ムジカトランスルペナの出版に、遡るため、フェラボスコが、その流行に火をつけたとは言えないものの、マドリガーレの人気の上昇に種をまいてはいるのである。フェラボスコの作曲様式は、 ルカ・マレンツィオやルッツァスコ・ルッツァスキラを基準とすれば、恩恵で、保守的といえようが、イギリス人の趣味にかなうものではあった。大抵のマドリガーレは、5世か6世のために作曲され、軽快な作曲様式によっており、表情豊かな半音外技法や、音画など、イタリアにおける進歩的なマドリガリズムの発展には、無頓着である。技術的に見れば手堅い作品ばかりであり、 このような特色ゆえに、大抵のイングランドの論客をうならせることができた。フェルダボスコの死後から10年の1598年に、出版された曲集において、その作品を言い表すのに、トーマス・モーリーが使った文句は、熟練ディープスキルであった。マドリガーレの他に、宗教曲も手掛けており、モテット、予言者、エレミアの愛か、アンセムなどがある。 いずれもアカペラ様式で作曲されている。リュートとバイオールがそうのために、ファンタジアやパバーヌ、ガリアルド、インノミネ、パッサメッソなどの気楽曲や、舞曲も作曲した。ありがとうございます。